トリンはアメリカ入りのイリノイ州シカゴ出身の女性フィギュアスケート選手。1972年札幌オリンピック女子シングルドーメダリスト。選手としてはファミリーネームを落とした名を使った。シカゴの郊外で生まれた。3歳半で初めてスケートブーツを履き、5歳からフィギュアの訓練を始めた。1966年12歳でジュニアの国内選手権に優勝。 1968年には14歳で1968年グルノーブルオリンピックに出場し9位。金メダルを獲得したペギー・フレミングがプロに転校するとジャネット・リンはアメリカ女子フィギュア界のエースとなり1973年まで5年連続で全米選手権を制した。1972年18歳の時に札幌オリンピックに出場。フリーでは シットスピンで転倒、尻餅をつく失敗があったものの、その美しい演技は芸術点で満点の6.0も出るなど高得点を獲得したが、当時のルールで重要視されていたコンパルソリーが苦手であったため合計点で3位にとどまった。この出来事は翌年からコンパルソリーの比重を下げ、ショートプログラムを導入する一因ともなった。演技中、 着氷に失敗したにもかかわらず終始笑顔で滑っていたことは全世界で大絶賛された。その時の髪はビダルサスーンがカットしたもの。その愛くるしい笑顔から札幌の恋人銀盤の妖精と呼ばれ日本中で人気を得、カルピスの CM にも出演した。選手村の自室の壁にピースラブと書き残して日本を離れたがこの建物が分譲アパートとなった後に この落書きは消えてしまった。しかし、翌1973年に来日して、再びサインした、ピース、ラブ・ライフは消されずに保存されている。また、後年出演した、オリリー化粧品の CM でも、ピースラブのサインを書いている。ファンの一人であった歌手の竹内マリアは、留学時、ホームステイ先の主人の計らいで、ジャネットの自宅に招待されている。 オリンピックでホームシックになり、米マクドナルドが飛行機でハンバーガーを空輸した逸話もあった。1973年145万ドルという破格の契約金でプロに転校。しかし、1975年にアレルギー性喘息により引退を余儀なくされ、同時期に結婚し、子供にも恵まれた。1981年に現役復帰し、 1983年の世界プロフィギュア選手権で優勝。それから翌年にスケートよりも家族の方が大切を理由に引退した。また引退後も日本での人気も衰えず、1983年には TBS テレビドラマ胸騒ぐイチゴたちに本人役でゲスト出演。また1998年に開催された長野オリンピックにおいては、 オリンピック親善大使に任命され、マクドナルドの CM に出演。久しぶりに、公の場に姿を現した。2001年、世界フィギュアスケート殿堂入り。その後、2007年1月に、キリスト教の文書伝道を目的とする、パワーフォーリビングのキャンペーンに、日本ハムのヒルマン監督、かつて、久保田先の芸名で活動していた、歌手、久米さゆり。 音楽ユニット M フローの MC であるバーバルと共に出演した。白銀の祭典札幌五輪から40年、五輪団地に残るサイン大切に守る夫妻。朝日新聞デジタル。オリジナルの2013年5月27日時点におけるアーカイブ。 h t t p s w e b a r c h i v e o r g w e b 2 0 1 3 0 5 2 7 0 2 4 5 0 2 h t t p w w w a s a c h i c o m エリア北海道アーティクルズ MTW2K120 兆,兆2 3 0億1020万に HTML2015 年10月30日閲覧ありがとうございます